スベティツホベリ大聖堂グルジアの歴史では、カフカス山脈南側のザカフカス地方に所在する、グルジア、ジョージアの歴史について解説する。ドマニシ城とその背後に広がるドマニシの高校遺跡21世紀に入って、ジョージア国内では、南東部のドマニシの洞窟から約180万年前から160万年前にかけての原人タイプの化石人骨が相次いで発見されている。 ホモゲオルギクスドマニシスド人骨のデータから、農用石はおよそ600から770立方センチメートル、身長は140センチメートル前後と推定され、従来東アジアで発見されていた原人よりも原始的な特徴を持ち、アフリカ大陸外では最古の年代が想定されている。ユーラシア大陸最古のこの原人は、ホモゲオルギクスと命名され、遺跡からは、いわゆる、 歴期に属するオルドバイ型石器群や動物化石なども多量に発見されており、前期旧石器時代のグルジアでは、生業として狩猟が盛んだったことが伺われる。2003年には、歯のほとんどない老人の頭骨が発見されたことから、長寿肉の柔らかい部分を食べさせる一種の介護のような活動さえ行われた可能性が指摘されている。他に、前期旧石器時代に属し、 対象系の歴史が特徴的なアシュール文化や中期旧石器時代に属し白変石器を多数ともなうムスティエ文化期の遺構、異物がグルジア各地の洞窟や遺跡から発見されているムスティエ文化は旧人段階の文化に含まれ死者の埋葬が行われたことで知られる文化層であるが西アジアではこの層から新人に属する ゲンクロマニョン人の化石人骨が発見された事例がある。グルジアでは、クベブリと称される土器が、ワイン製造のために用いられてきた、コルキス・ボンチやフラミ渓谷、南オセチアなど、グルジア各地で新石器時代の遺跡が発見されており、紀元前6000年から紀元前5000年にかけて以降、刃先に魔性石器を利用したクワや、ツルハシ、石製のカ 製粉用のマウス、貯蔵用の土器などが伴う本格的な定住生活と穀物栽培が始まったと考えられる。石器の石材には種として地元産のフリントや黒曜石が用いられたとみられる。小麦やライ麦についてはカフカス地方は最も重要な種の発祥地とされている。また、牛や豚などの牧畜を行い、 ブドウを含む果樹の栽培も行われていた。後世のグルジアワインの外なる飲料も作られていたと考えられ、この地はしばしばアルメニアと並んでワイン発祥の地、世界最古のワイン生産地と称される。グルジアを含むカフカス地域は、戦死時代にあっては金属精錬の発祥地の一つとされる。紀元前4000年以降、金、銀、 銅など金属を用いた道具の使用が始まり、特に銅に鈴を合わせることにより、強度を増した製銅器が盛んに鋳造された。紀元前3700年頃から紀元前2500年頃にかけてのマイコープ文化や、紀元前3400年頃から紀元前2000年頃にかけてのクライコールアラクセス文化の製銅器時代の遺跡からはおびただしい数の金属器が発見されている。 こうした文化はカフカスの中で孤立していたのではなく、周辺諸地域と連続して展開していたと見られる。旧約聖書には、青銅器の生産に長じたタバルという民族の名が登場するが、ジョージアでは彼らは自分たちの先祖の一流をなすと考えられている。紀元前2400年頃、南カフカス地域とアナトリアに、インドヨーロッパ五族に属する人々が移住してきたと、 考えられる。BA クフティンがトリアレティで調査した遺跡によれば、当時のグルジア内陸地方では、紀元前2000年期には、遊牧を制御とする諸部族が生活し、部族の指導者とみられる人物の墳墓からは美麗に、調達された、金銀製の容器が服装されるなど、当時の社会が、主張に富と権力を集中させていた様相が見て取れる。また、服装品には、 宗教的な儀式の光景なども刻まれ、当時の信仰の一端を今日に伝えている。紀元前2000年期はまた、オリエント諸地域の諸民族が盛んに移動を行った時期にあたっており、紀元前1700年頃に小アジアに成立した王国筆体とは、クルガン仮説によれば、ザカフカス地方を経由して移動した、インドヨーロッパ語族が中心となって建国された国と推定される。 ヒッタイトでは、鉄器が使用され、その電波の広がる速度は、青銅器を上回った。コーカサス地方の民族、言語分布この地域においては、青銅器時代後期に、部族連合の形成が進行していったとみられる。現在のグルジア人の祖先は、紀元前千年期初頭のニネベ図都市監修祭のアッシリアの年代記に登場する。後には、 アッシリアに来た接して勃興するウラルト王国の設計文字で刻された年代記にも登場する。なお、ウラルト王国で用いられたウラルト語は、古リウラルト語族に属する降着語で、現在は消滅してしまったが、1950年代から1960年代にかけて、グルジア人言語学者、ギオルギ・メリキシビリによって解読された言語である。それに対し、 グルジア語は、コーカサス諸語に属する南コーカサス語族に属し、グルジア西部山岳地帯で話されるスバン語、グルジア西部、国会よりの地域で話される、メグレル語、トルコ北東部海岸のトラブゾンで話される、ラズ語などに近く、18もの方言を有する。グルジア語、スバン語、メグレル語間の関係は相互に、意思疎通困難な独立言語であるが、メグレル語とラズ語の間には、 公言程度の際しかない。今日、グルジア語の話者を、競技のグルジア人として、スバン人、めぐれる人を加えて、講義のグルジア人とすることがあるが、グルジア語にあっては、競技のグルジア語の話者のみが、カルトリ人であって、スバン語、めぐれる語の話者はあくまでもそれぞれ、スバン人、めぐれる人であり、見事語を総称する固有の語は、存在しない。なお、 このうち、文章語として発展したのは、競技のグルジア語のみである。グルジア人の祖先となる民族は、国会の東岸に広範囲に分布して、後に、コルキス王国を作る、コルキス人の源流をなすクルハ族と、後に、南西グルジアの他を地方に定住する、タオホイ族の源流をなすディアウヒ族であり、両民族を母体として形作られたと考えられる。記録によれば、 紀元前9世紀にはディアウヒの一部がウラルト王国に組み入れられた。コルキス人の富裕さについては、早くからギリシャ人たちの知るところであり、ギリシャ神話におけるコルキス王女、メーデーアと金羊毛の物語に端的に示されている。グルジア人に関わって文献上に現れる民族としては、旧約聖書エゼケル書におけるトゥバル人とメシャ知人が挙げられる。 これはそれぞれアッシリア人にはタバリ人、ムシキ人と表記されていた民族であり、古典古代記の著述に現れる、ティバレニ人、モスホイ人に相当する。紀元前8世紀から紀元前7世紀にかけて、ウクライナ地方で生活していたキンメリアとスキタイの侵略を受けて、コルキスの中で緩やかに進んでいた国家統合への動きは後退し、キンメリア人がアナトリアに侵入すると、 アナトリア方面から駆逐された諸部族が、倉川流域に殺到して、土着の人々との間で交流、混合が進んだ。これによって、後のイベリア王国の民が形成されたと考えられる。西のコルキス王国と東のイベリア王国前2世紀の西グルジア湿度のブロンズ像グルジアのバニで、発見された女神、ニケの像期源全6世紀以降、 国会に面する西グルジアの地にコルキス王国が成立し、国会東岸のギリシャ植民史の影響の下で発展を遂げた。国会とカスピ海をつなぐ地境地帯には交易路が通り、地中海とペルシア地域を結ぶ貿易が盛んに行われていた。現在も残る港湾都市スフミはディアスクリア、ポティワ、ファシス、バトゥミはバトゥスの名で古代ギリシャ世界に知られており、 西方のミレトスからのギリシャ人が入植した。グルジアは、プロメテウスの伝説や、常日の金曜毛探索に関わるアルゴ戦、漂流記など古代ギリシャ神話の舞台となり、グルジア西部を流れるリオに、川は、ギリシャ人には、ファシス川として知られ、ヘイシオドスの、神闘記、ロドスのアポローニオスの、アルゴナウティカ、ベルギリウスの、ゲオールギカなどには、海の高校桃源として記されている。 コルキス王国東側の内陸部は、紀元前6世紀にオリエントを統一したアカイメネスアサペルシア、続いてセレウコス朝の一部となり、紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけてはイベリア王国が成立した。伝説によれば、最初のイベリア王はマケドニア王国のアレクサンドロス3世に対抗したとされるパルナバズ1世である。その領域は、 今日の中部グルジアのカールトリ、東部グルジアのカヘティ、西南グルジアのサムツヘとその周辺であり、ここはギリシャ文明の影響が直接及ばない地域であった。住民は常実の通り、西方のアナトリア・コルキス方面から流入してきた人々と土着民との融合によって形成された人々である。クラガアラグビ川の合流点近くに立地するシュトムツヘタは、 現代ジョージアの首都トビリシの北 20km に所在し、現在、町全体がユネスコの世界文化遺産に登録されている。なお、ムツヘタの地名はこの地を開いた主張、ムツヘトスに由来すると言われている。紀元前2世紀、コルキス王国は、国会東南海岸にあったポントス王国のミトラダテスによって制圧され、紀元前65年には、そのポントスが、 共和制ローマのポンペイウス軍に敗れたことでコルキスはローマの俗領となった。同じ頃、東グルジアのイベリア王国もローマの保護下に置かれた。ただし、その支配は緩やかで名目的なものであり、実際にはペルシアの影響も及んだ。聖女ニノの以降一世紀に入り、キリスト教が創始されると、グルジアでは十二使徒による伝道が行われたと伝えられており、 伝説では、アンデレ、シモン、マタイが宣教したと言われ、バルトロマイやタダイがグルジアに来ていたと主張する文書も、ある。特に、ローマ支配の由来だ3世紀から4世紀にかけては、大幅に信者が増加した。これは、カッパドキア出身の囚われの聖女、ニノの布教によって、東グルジアの多くの人が入信したことによると、言われている。 ナカラケビの城壁帝政ローマが衰退に転じた4世紀、西グルジアの旧コルキス王国の一部には、ラジカ王国が成立し、古代コルキスを併合した。ラジカ王国は、正式名をエグリシュ王国と言い,い、首都をアルケオポリスに置き、東ローマ帝国との結びつきを強めた。この王国は523年に、キリスト教を受容し、562年、東ローマに併合された。 イベリア・オーミリアン三世イムズヘタの地割修道院、イベリア王国では330年代にキリスト教に深く敬意したコスロ部長のイベリア・オーミリアン三世によってキリスト教が国教として採用された。世界でも301年のアルメニア王国に続いて2番目に古いキリスト教国教家の例である。キリスト教がこの地域の公式宗教となったことはその後のグルジア文化の影響に 大きな影響を及ぼした。なお、現在のアゼルバイジャンにあたる、当時のアルバニアでも4世紀中頃に、キリスト教家しており、また、上述の通り、ラジカ王国のキリスト教授業はこれら3国より、遅かった。4世紀に、イベリア王国の首都ムツヘタに建立された、スベティツホベリ大聖堂は、正面に装飾彫刻が施されたクルジアサエコの、教会で、 グルジア人の魂の拠り所と言われている。また、ミリアン三世が山の頂に十字架を建てよと命じたことから、ムツヘタ市街の正面山頂に十字架が建てられ、後にジワリ修道院が建てられた。ジワリとは十字架の意味で、この修道院を上空から見た平面形状は十字型を成しており、6世紀から7世紀にかけての建立と言われている。 グルジアの教会は当初、シリアのアンティオキア宗主教の管轄下に置かれたが466年には、独立教会となり、カトリコスの座は、ムツヘタに置かれた。5世紀のグルジアでは、当時一流の哲学者、リベリアのペトルが活躍している。ベツレヘムにある最古のグルジア文字碑文グルジア文字は、中世の年代域には、紀元前3世紀のパルナバズ3世の時代に、 考案されたと記しているが、実際には4世紀から5世紀頃にかけての時期に考案されたと考えられる。グルジア語を表記するために考案された独自の文字で字型は異なるもののギリシア文字と同じ原理の文字体系を成している。グルジア文字の考案はキリスト教改修と並んでグルジアに独自文化の基盤を作り出した。現存する最古のグルジア語文献は、 5世紀に書かれた聖舎者肉女王の殉教と言われており、当初はこのような宗教文学が中心であった。5世紀前半のグルジア語最古の碑文がベツレヘムで発見されており、エジプトの市内半島ではグルジア語の写本が大量に見つかるなど、古代のグルジア人の活動は広範囲に及んでいたことが知られている。イベリアオバフタング一世とビリシの成りから要塞19世紀に、 火薬庫が爆発して、建物の大部分が失われた。現在、要塞跡地には、聖ニコラス教会が建っている。イベリアは、一時ペルシア人の支配を受けたが、5世紀末には、豪遊で知られる、バフタング一世によって主権が回復され、トビリシの都市的発展が始まった。トビリシはグルジア語で、暖かいということは、トびりに由来し、 バフタング王がこの町を建設した際に温泉を発見したことから名付けられたと言われている。トビリシには、バフタング以前の4世紀から5世紀にかけて、不落の城という意味のなりから要塞が建設されており、この後幾度も外敵の侵入からトビリシを救った。6世紀初頭、バフタング一世のこのダチ王が、父の遺言に基づきムツヘタからトビリシへの戦闘を行った。 トビリシでは5.6世紀創圏のアンチスハティ教会が最古の教会で7世紀中頃にはシオニ大聖堂が建てられた。カフカス地域のアルメニア、グルジア、アルバニアの3教会は431年に小アジアのエフェソスで開かれたエフェソス公会議でのイエス・キリストは神そのものだとしてその神聖のみを認める単性説の採用に賛成した。 ところが、東ローマ皇帝マルキアヌスが招集し、451年にカルケドンで開かれたカルケドン公会議では、単性説が否定され、誠の神であり、同時に誠の人でもあるとして、キリストの神聖と人生との威嚇的一致を解く、いわゆる両性説が採決された。506年、三教会の代表者は、アルメニアのドビンに集まって、 カルケドン説に反対する胸の決議を行ったが、以前から両性説に傾いていたグルジア教会は7世紀初頭には、明瞭にカルケドン信条を告白する立場に立った。アルメニア正教会は、これに対しコプト正教会、シリア正教会、エチオピア正教会と共に、非カルケドン派にとどまり、これ以降ザカフカス地方は、キリスト教の宗派によって、 国や地域が分立される状況が状態化したのである。アッシリア13市の一人ラベドガレジェリ恐怖。18世紀に描かれた細密がペルシアとメソポタミアを支配したサーサーン朝はゾロアスター教を国教としており、サーサーン朝の勢力がカフカス地方に及ぶと、キリスト教勢力とゾロアスター教勢力は互いに抗争を繰り返した。 523年に西グルジアのラジカ王国がキリスト教を国境に定めるとサーサーアン・アサがこれに対して軍を派遣し527年から533年まで続くラジカ戦争の結果サーサーアン・アサは国家沿岸まで支配領域を拡大した6世紀のラジカ王国は最終的に東ローマ帝国東のイベリア王国は サーサーアン・アサにそれぞれ併合され、サーサーアン・アサのホスロー一世は、イベリアの王政を廃止した。これにより、イベリア王家であった、ホスロブ家は体調を余儀なくされた。なお、この頃、グルジアには、キリスト教信仰を強化するために、メソポタミアから13人の修道士、アッシリア13種が派遣されたと言われている。作綜した状況はなおも続き、七世紀初頭、 自立の動きを見せたイベリアに対し、ビザンツ皇帝ヘラクレオスは、北方の遊牧民、ハザールと同盟して、遠征を行った。627年から629年にかけては、サーサーン朝、イベリア王国連合軍と、西特厥東ローマ帝国、ラジカ連合軍との間で、飛びりし包囲戦が戦われ、627年には、東ローマと結んだ。 ブルガール人がトビリシを占領している。642年のニュハーバンドの戦い以降のイベリアではサーサーアン・アサの影響力が後退し、7世紀後半からは信仰のイスラームを奉ずるアラブ人の支配を受けた。ムスリム勢力は当初政党カリフによって指導されていたが、やがて世襲のウマイア・アサ、アッパース朝が大帝国を形成し、イベリアはカリフの両親である。 各州の統治者の支配を受けた。717年にはアラブ艦隊がコンスタンティノープルを包囲するなど、東ローマ帝国もまた危機に陥った。736年から738年にかけて、トビリシはムスリムの征服を受け、これによってトビリシ市長国が成立した。これに伴いザカフカスにもイスラームの協議がもたらされたが、 広い山岳地帯を抱えるグルジアへの流入は部分的なものにとどまり、キリスト教信仰が守られた。750年、グルジア正教会は自治教会となり、9世紀から10世紀にかけてはカフカス地域の布教の中心を担った。8世紀後半には死後劣勢されたゴート人のヨアンニスがイベリアに赴き、主教に助成されている。 アブハジア王国期764年、グルジアは北方のハザールから再び侵略を受けた。かつてラジカ王国があったグルジア西部では東ローマ皇帝の直進となったアブハジア人が次第に強制となり、アンチャバズ家のアブハジア公、レオニ一世は8世紀末に皇帝から王坊を許可された。レオニ一世の母はハザール王女、妻は カルトリ大公の娘であったことからハザールとも、良好な関係を保った上で、グれる人の大公を兼ね、子孫に応答を引き継いだ。アンチ・アバズエ家のアブハジア王国は9世紀中頃から10世紀中頃に、かけてが最盛期で、東グルジアの一部にも、勢力を及ぼした他アルメニアの国政に、介入するほどの力を持った。グルジア東部では、 イベリア公国のバグラティオニケが台頭し、9世紀諸島には、この家から、太公阿諸都一世が現れた。853年、グルジアは再び、アラブ支配下に置かれたが、バグラティオニケは、イスラム帝国や、東ローマの体調に乗じて徐々に自立性を強めていった。8世紀後半マイナス9世紀のアルメニア王国と、南カフカス地方アルメニアでは、 バグラトニキのアルメニア大公アショト一世がアッパース朝によってアルメニア、グルジア、コーカサスの大公の位を許され885年にはアルメニアの諸公によってアルメニア王に衰退されたこうしてカリフと皇帝の双方の承認の下、アッパース朝半島のアルメニア王国が再興された東ローマ帝国ではこれに対抗するため908年 アルメニア王領内のバンコ南東にあったガギク、アルズルニニ王号を与え、バスプラカム王国が成立した。東ローマイスラム双方の拡築は、こうして拡大されたアルメニア王国の中で再燃することになり、結局いくつもの小国が分立する状況がもたらされることとなった。こうした中、アルメニア王アショと一世は、西南グルジアの他を日本境を置いて、 東ローマ皇帝からクロバラテスすなわち、宮殿の守護者の称号を獲得するのに成功した。なお、グルジア最初の歴史書、グルジアの改修が書かれたのは9世紀のこととされている。バグラト3世10世紀半ばになると、アッパース朝の繁栄にも限りが見えるようになる一方、8世紀、14以降再建された東ローマ帝国は、マケドニア長下で最盛期を迎え、10世紀中央には、 クレタ島、キプロス島、アンティオキアなどを奪回した。こうした中、グルジアでは、イベリア大公グルゲンが現れ、アブハジア王女のグランドフトと結婚。イベリアとアブハジアの領域は二人の息子バグラド三世に継承された。バグラド三世は、アルメニア王のアショトの養子となって、将来の地位を自ら保障し、975年には、 東部グルジアのカルトリ地方の創始権をも獲得して976年、バグラとアサのグルジア王国を建てた。1001年には、ギフ、アショトからアルメニアと南西グルジアを、1008年には、ジップ、グルゲンから南西グルジア残部を受け取り、他の諸公との交渉にも打ち勝って11世紀、初めにはカヘティ地方を除く全グルジアの諸公国を統一し、 西部グルジアのクタイシを首都とする中世、グルジア王国の流星がここに始まった。クタイシのバグラティ大聖堂バグラト三世時代の黄金杯、バグラト三世は、クタイシに大聖堂を創建し、1010 10年にはカヘティ地方をも支配下に収めた。ただし、東部の幼稚トビリシは依然イスラームの支配下にあった。彼はまた芸術振興にも尽力し、各地に教会を建立した。 10世紀から11世紀にかけてのグルジア王国、成立期には、グルジア正教会が、バグラティオニケの王朝を支えた。聖人として知られる、イベリアのヨアネが活躍し、レオンティ・ムロベリによって、グルジア年代記が書かれたのもこの頃のことである。グルジア正教会の主座主教は、1008年以降、イベリアのカトリコス、総主教の称号を有するようになった。 東方正教会の信仰は、グルジアと正教を法ずる他の諸地域とを結ぶ政治的な絆となり、10世紀から13世紀にかけてのグルジア王家は、東ローマ帝国、キエフ大公国、アラニアなどの王公貴族との間で盛んに婚姻関係を結び、東、ヨーロッパ各地域との精神的結びつきを強めた。中でも東ローマのニケフォロス三世イボタネエアテスの 皇后となったマリア・バグラティオには有名である。聖地、イエルサレムやギリシャの聖山やトス山にもグルジア人僧侶のための修道院が設営され、聖教会の宣教師もまた現在のオセチアや西ダゲスタンの山岳地帯で盛んに伝道活動を展開した。その意向は今日ムスリム居住地域の山中で確認することができる。また、グルジアの守護聖人とされる聖ゲオルギオスの 流体自伝説も一説には、11世紀から12世紀にかけての成立とされている。バグラト4世、バグラト3世の子ギオルギ1世は、ことムツヘタのスベキツホベリ大聖堂の修復を行い、ギオルギ1世の子のバグラト4世は1045年、アルメニアの首都アニを制圧した。1057年に、シリアのアンティオキアで開かれた地方教会会議では、グルジア教会が、 自治協会資格を有することが公認されている。建設王ダビド4世、ダビド4世の軍機11世紀後半には、トルコ人勢力が、中央、アジアやペルシアの大部分を含む地域に、広大な遊牧帝国、セルジューク町を建設したが、グルジアも、その侵略を受けるようになり、バグラド4世一家の1063年には、南西グルジアが、1068年には東。 グルジアがセルジューク朝によって制圧された。ダビド4世時代のグルジア王国ゲラティ修道院の神の母の遺恨、建設王と呼ばれたダビド4世が即位したのは1089年、不王ギオールギ2世より上位されてのことであった。ダビド4世は北カフカスのキプチャク人を移住させて、新衛隊を組織し、軍政改革を行って、グルジアを強固な国家に改造し、 1080年には、セルジューク朝との戦いで勝利を収めた。1092年に、最初、ニザームルムルクと、第三代スルタンのマリクシャーが、相次いで死去した後のセルジューク朝はさらに、社用傾向を強めたため、ダビド4世は1096年には、功能の支払いを停止した。12世紀に入ると、ダビド4世は、クタイ向外のイメレティア丘陵に、 ゲラキ修道院と付属の王立学校を創立した。この王立学校はグルジアを代表する科学者、神学者、哲学者を要し、後にトビリシニトが、先手からも17世紀に至るまでグルジアの文教の中心として栄えた。また、東ローマの首都コンスタンティノープルに多数の留学生を送り、学芸の進行に努めた。ダビド四世晩年の1121年、 リドゴリの戦いでは、セルジューク軍を相手に勝利し、シルワンと北アルメニアの領土を獲得し、さらに1122年には、ムスリム勢力に支配されていた幼少トビリシを奪還して、ここに戸を移した。12世紀後半のギオルギ3世も1156年に、セルジューク朝を攻撃して、これに勝利し、1161年から1162年には、 アルメニアにも侵攻して兄とドビンを占領するなど、強制を誇った。ダビド4世1世紀以降、西ヨーロッパのキリスト教国がこぞって十字軍遠征に加わったことは、イスラーム勢力の軍事力集中の阻害要因となり、キリスト教国であったグルジアはその恩恵を受けた。グルジアの黄金時代を築いた、タマル女王、タマル女王時代のグルジア王国ギオルギ3世の 王女で1178年に不王との共同統治者、1184年に正式に王として即位した、タマル女王の時代、バグラとアサは、ザカフカス全域を支配する強国に発展した。1194年から1204年にかけては、セルジューク朝に勝利して、アルメニア南部を保護領としたほか、1195年には、現アゼルバイジャンのシャムコルの戦いに勝利して、 同地を支配した。1201年から1203年にかけては、アルメニアの兄とドビンを再併合し、さらに現在のトルコ共和国北部を占領した。また、1204年、イタリアのベネチア商人の策謀によって、第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領し、東ローマ帝国が没落した際には、皇帝一族がゲントルコ領内に建てた。 同盟政権トレビゾンド帝国の建国を援助している。タマル城時代は、その領域がカスピ海沿岸のアゼルバイジャンから、チェルケシア、トルコ領エルズルムからガンザにまで広がる、ハンカフカス帝国を形作り、トレビゾンド及びシルワンが、その同盟国内史半属国であった。タマル時代は、文化、学術の面でもグルジア王国の最盛期であり、多くの修道院が寄進され、 特に文学分野の充実と、教会建築の発展が顕著であった。グルジア年代記が生まれ、また、特に、タマル女王に仕えた管理で詩人の書たルスタベリの活動がよく知られている。ルスタベリによる、グルジア語の、氷川の騎士は、タマル女王に捧げられた、1500以上の村寺からなる、長編女子史で、3人の勇士が誘拐された女性を、救い、アラブ、イラン、 インド、中国を舞台に繰り広げられる、愛と正義と自由を歌い上げた傑作として知られ、現代では日本語を含む、世界各国語に翻訳されている。なお、大化不活山脈の南六アッパースバネティの地に、住んでいたスバン族も、12世紀にはグルジアに組み入れられ、従前の土着宗教を捨てて、熱心なキリスト教信者となった。 スバン族は古来防御塔の付設された住居で、要塞村を築いて外敵に抵抗してきたが、この防御塔以降は、現在世界文化遺産に登録されている。ギオルギヨン世、タマル女王死後のグルジアは、ホラズム社長の軍による侵入を受けた。モンゴル高原では13世紀初頭に、テム人がモンゴル帝国を建国し、1220年、ホラズムを征服した。 チンギスハンの命を受けたスブタイとジェベは、ホラズムの第7代スルタンムハンマド2世を追撃している途上でカフカス地方を通過した。グルジア軍はモンゴル軍と遭遇し、打ちまかされた。翌1221年、スベタイジェベ軍2万が、グルジア王国を再び攻撃したが、タマルのコキオルギ4世は第5回十字軍への支援を取りやめ、それに先立って、 アゼルバイジャンメソポタミアとの同盟を計画したものの、不発に終わり、国を挙げて抵抗したが敗北した。この二つの戦いは、キリスト教文明に属する地域が、モンゴル軍からの猛攻を受けた最初であった。コトマン側に面した空南の戦いでも、グルジア・アルメニア軍は壊滅した。ギオルギヨンセイは三度戦って三度敗れ。 初戦で負った胸の傷が元で1222年に31歳で死去した。1223年、ギオルギオン星の妹、ルスダンがグルジア王位を継承したが、彼女には国政の経験がなかった。女王ルスダンが当時ローマ教皇ホノリウス3世に当てた書簡の中には、モンゴル人たちをキリスト教徒であるかのようにみなす記述が見える。それは彼らが、 ムスリム勢力と激しく戦ったからであったが、やがてそうではないことが次第に明らかになっていった。モンゴルがカフカスの期待去ると、一旦インド方面に逃れた第8代スルターンで、ムハンマド2世のこのジャラールティーン・メングベルギーが中央アジアに帰還し、1225年以降、アゼルバイジャンとグルジア王国への遠征に乗り出した。1226年、 グルジア王国の首都トビリシは彼によって占領され、怪人に返した。ジャラール・ティーンはこの時自らをイスラム世界の防衛者を称している。1236年に女チのコバトによるヨーロッパ遠征が始まった。チョルマ軍率いるモンゴル軍が再びグルジアに侵攻し、ルスダン女王はグルジア西部区大使への避難を余儀なくされた。東部で抵抗を続ける貴族の多くは滅ぼされ、 残った者はモンゴルに新獣主具税を支払った。モンゴル軍は、利比山脈を超えなかったため、グルジア西部の被害は少なく、ルスダンはようやく危機を脱した。その後、女王は、ローマ教皇グレゴリウス九世に支援を求めたが、失敗し、1243年、モンゴル軍3万が常駐する中グルジアはモンゴルに併合され、その俗領となった。モンゴルは、グルジスタン州を置き、 そこにグルジアと南カフカス全域を干渉させ、グルジア王国の領主たちを通じて、間接統治を行った。スバネティの防御塔、ホラズムやモンゴルの侵入が始まると、ザカフカス地方は他の地域から孤立したため、四族社会のスバン族では、内部で四族間抗争が激化した。スバン族の住む山陸地方のスバネティに、モンゴル軍が訪れることは少なかったが、 要塞村は内部構想のために、さらに軍事性を強め、集落ごとに礼拝堂が建てられるようになった。クルジア王ダビド6世内部構想は、王族も同様であった。1245年、女王ルスダンが死去した。それに先立って、彼女の老いにあたるダビド7世ウルが、女王に対し王位を自分に委ねるよう要求していたが、ルスダンは、息子のダビド6世なりンを、 多い後継者として認める、要モンゴル帝国に働きかけていた。1246年に、カラコルムで開かれたモンゴル帝国第三代皇帝、グユクの即位式には、皇帝一族、直属軍の首領、モンゴル領中国の軍政、民政における長官、ペルシア総督などに加え、ウラジミール大公のヤロスラフ2世、ルームセルジューク長のスルタンの弟、 アルメニア王の代理などをはじめとする周辺諸地域の王公貴族が集まったが、その中にはグルジアの王座を争っていた二人のダビドの姿もあった。グユクハンは1247年、グルジア王国を東半部と西半部に分け、ダビド7世ユルには東部のカルトリオ、ダビド6世イナリンには西部のイメレティを与え、二人を共同王として公認した。ナリンは自らの国のために、 ウルに真珠を誓わなければならなくなった。ダビド・ナナセ・ウルは当初モンゴルによるアラムと攻略に助力するなど、親モンゴルの姿勢を鮮明している。処刑されたグルジアをデメテル2世1256年、グルジアはモンゴル帝国の差配の元イルハンチョウの支配下に入った。イルハンチョウはトゥルイの子、フレグがホラズム地方を根拠に建国したモンゴルの地方政権で、 1258年には、アッバース朝を攻撃して、バグダードを陥落させた。1259年から1260年にかけて、ダビド6世ナリンに率いられたグルジア貴族たちは、モンゴル勢力に反旗を翻し、モンゴル統制下のグルジアから西部のみ、イメレティ王国として独立することに成功した。ダビド7世ウルは、ナリンの起こした反乱に参加しようとしたが、 ゴリ付近の戦闘で敗退し、再度モンゴル支配を受け入れることになった。1261年以降は、コーカサス地方は、イルハン朝と、さらに遠く、もう一つのモンゴル帝国、すなわち、テーチボルガ川地方に成立したジョチウルスとの間で、引き起こされた一連の紛争の舞台となった。一方、イメラティを制圧しようとしたモンゴル軍は1261年、 グルジア南部の要塞選挙を断念して、これをグルジア側に返還1262年、ダビド6世はモンゴルと交和している。こうして東グルジアはイルハンチョウの反属国となったのに対し、西部のイメレティ地方はバグラとアサの冒険のもとにかろうじて独立を保った。東グルジアのデメテル2世はイルハンチョウを分断する密計を立てたが、 ある軍に対する無本が疑われて陰謀は頓挫し、処刑された。その後も反モンゴル闘争は、ダビド発生によって続けられている。メティヒ協会現在は、バフタング・ゴルガサリの像が立っている。帝政ロシア時代は、監獄として用いられ、革命運動で検挙された作家マクシム・ゴーリティが、収監されていたこともある。遊牧国家であるイルハン朝では、 税務行政上の首都と重要地点とを結ぶジャム地の制度が整備され、東部の用地とビリシも、シャーフラーフと称する交通網の一つの終点として、重要な役割を担った。グルジアのゴリには、重心トカルの領地、西南グルジアのアルダハンには、フレグの妻の領地があった。ハンは首都には常駐せず、国家の重要行事はむしろ安在所で多く開かれた。なお、 トビリシのメティヒ教会は5世紀創建と伝わるが、中世にあっては、シルクロードを往来する大将が安全を求めて逃げ込む、砦の役割も果たしていた。この教会は、チョルマ間侵入の際に破壊され、王子の遺行はすべて失われてしまっていたが、1289年にデメテル二世によって再建された。モンゴル支配下では、功能は厳しかったものの一定の自治は与えられ、 また、モンゴル人たちは宗教に対して和解して、寛容政策を採用し、イスラームやネストリウス派、ルーシ・グルジアの正教はむしろ民衆統治に役立てられた。これを形容して、パクス・モンゴリ化すなわち、モンゴルの平和と称することがある。運輸交通上の変革としては、1260年以降、ジェノバ共和国とビザンツ皇帝ミカエル8世、パレオロゴスとの条約によって、 国会にジェノバ商船隊が乗り入れが実現した。クリミア半島のフェオドシアやアブハジアのスフィミは港湾として発展し、その間の国会沿岸には40ものジェノバ商館が設けられた。西欧からカフカス地方にもたらされる商品には、木綿、綿、ビロード、絨毯、ベネチアングラス、石鹸、乳香、塩、生姜、刀剣などがあり、 カフカスからの輸出品には、塩関魚、イクラ、獣の毛皮、小麦、蜜楼、ワイン、果実、木材、奴隷などがあった。ジェノバ商人と共にローマカトリック教会の宣教師も訪れ、トビリシには伝道団上中の地方本部もあった。ギオルギ五時期筆の小直モンゴルの支配は長く、続いたが、高貴王と呼ばれたギオルギ五世が現れて東西に分裂していた。 グルジアを再統一し、ようやく1335年に、モンゴル勢力を放逐して、事実上の独立を果たした。ただし、翌年の1336年には、トビリシで国死病が大流行し、王国は大被害をこむった。また、ギオルギ五世の再統一は、イルハン朝の最小序盤の助力を得て、 グルジアの王党の独立保持に反対する国内の勢力を取り除くことができたためであった。その後もグルジアはモンゴルをその起源とするジャライル朝とチョバン朝の影響下にあった。1380年、西チャガタイ半国から自立し、モンゴル帝国最高の旗印を掲げたティムールがトビリシを占領、王と王妃は捕虜となった。 さらに1386年から1403年にかけて、計8度に及ぶティムール帝国による猛襲は、経済的にも、文化生活の面でも、回復困難な打撃を、グルジア社会に与え、その国土は極度に疲弊した。この後、一軸路羊朝の支配に服している。グルジア王アレクサンドレ一世統一グルジアの最後の王は15世紀前王のアレクサンドレ一世で、 その息子の知性にはいくつかの広告に分裂して絶え間ない構想が続いた。1444年にはトビリ氏がペルシア軍によって侵略を受け、1460年代には東部でカヘティ王国が独立した。1466年、グルジア王国はついに崩壊して文献化が進行し、無政府状態に陥った。その間、1453年、 コンスタンティノープルがオスマン帝国の目踏めと2世によって陥落し東ローマ帝国が滅亡したためグルジアは西方キリスト教世界から隔離された状態に陥った。無政府状態は1490年にイメレティ王国、カヘティ王国、カルトリ王国が相互の独立を承認するまで続いた。この時点でグルジアは マグラティオニケの応答をいただく三王国に分裂し、また13世紀以来の西南グルジアの有力豪族ジャケリケが公式に支配したアタバクリオサムツヘ国があり、さらに国会沿岸にグリア公国、サメグレロ公国、アブハジア公国、内陸部にスバネティ公国が独立した訓公国として振る舞い、事実上5つの公国が分立する状態となった。 1490年のカフカス地方15世紀末のグルジアの三王国五王国16世紀初頭から18世紀前半にかけてのグルジアはイラン高原に建国された東のサファビー町アナトリア半島や新首都イスタンブールを本拠として周囲に勢力を拡大する西のオスマン帝国の圧力を受けしばしば両者の継争の地となった口述の通り多くの場合 東部のカルトリ王国とカヘティ王国はサファビー朝、西部のイメレティ王国はオスマン帝国の支配を受けた。しかし、このような分裂と異民族支配の中で、グルジア正教が東方で古類を守り得たのは、タマル女王をはじめとする中世グルジア王国の輝かしい歴史とそこで培われた民族文化、キリスト教国としての長い伝統によるものと言える。この時代、特に、 グルジア東部にあっては度重なる戦乱と住民の強制移住によって人口が減り、経済活動も停滞を余儀なくされた。トルコとイランの構想は、イスラームにおけるスンニ派とシーア派の宗教戦争の性格も内包しており、この過程で南西部のアジャリアなどでは、イスラーム化が著しく侵攻している。1510年、オスマン帝国は、グルジア西部のイメレティ王国に侵入し、 その首都大使が攻略された。その後間もなく、サファビー教団出身で王朝の子祖となった、ペルシアのイスマー・イール一世が、カルトリ王国へ侵入した。1540年から1553年にかけては、サファビー朝、第2代シャアタフマー・スブ一世による侵攻を受け、占領された。モスクワロシアのイバン4世とその後継者たちは、グルジアの地に分立する。 キリスト教国に関心を持ち続けたが、ムスリム勢力の進出を阻止することはできなかった。オスマン帝国下のイメレティ王国は、頻繁に王位が交代し、混乱が続いた。サメグレロ公国のダディアニケは17世紀のレバン2世の、時に最盛期を迎えたが17世紀後半には、衰え、公国支配者の血統が交代した。サムツヘのジャケリケは、グルジア王家との婚姻によって、 独自の立場を築いたが、後にオスマン帝国の直接支配下に入り、パシャの称号を獲得し、その領域ではイスラーム下が進行した。カヘティ王国では16世紀前半に英明な君主でバンが現れ、国王の権力を強化して、絹の交易などで王国を繁栄に導いた。一方のカルトリ王国では16世紀中央にシモン一世イ,イラがペルシアに対して抵抗して、 以降はサファ朝の創始権を認めた1555年、トルコとペルシアは、長年の抗争の結果アマスイヤの講和を結んで、平和を実現する一方カフカスにおける相互の勢力範囲を定め、これはその後グルジア社会を大きく規定することとなった。1578年、昇降状態は破られ、オスマン帝国の勢力がカフカス全土を蹂躙して、 トビリシを制圧し、チルディル州が置かれた。サファビー町では、英氏と称される、第五代シャアのアッパース一世はこれに反撃、オスマン勢力を撤退させた。アッパース一世はまた、カヘティに対して、略奪遠征を行ったのでその富は、失われてしまった。サーカゼスクエアに立つ、オウモーラビー・ギオルギ・サーカゼの像サファビー町の政治的、影響下にあった東グルジアのカルトリカヘティでは、 イスラーム改修を条件にバグティオニの家系の王子から選ばれ政治経済的な意思軍事的には衰退し文化面でもペルシア文化の影響を強く受けた。しかしその一方ではアルメニア人やチェルケス人などと共にクラウムと呼ばれる軍人管理としてサファビー長を支えイラン人やトルコ人と並んで数ような国政ポストについてエリートの一角を占めるような グルジア人が現れた。世界の半分と称された、サファビー朝のテートイス・ファハーンの長官職は半ば、グルジアの王子による世襲の職となっており、現在のイラク国境に近いシューシュタルの町は、グルジアの大貴族出身者の家系が約100年にわたって支配し続けた。グルジア独自の伝統文化もペルシア支配下で復興を遂げた。それは、 後世の歴史化をして十二世紀初頭の黄金時代に対比し、銀の時代と故障せしめるほどである。それを端的に示すのが、以下に述べる、十七世紀のウルジアが生んだ、カヘティオティムラズ・一世、カヘティオよび、イメレティオ・アルチルという二人の優れた、詩人王の存在であった。ティムラズ・一世とその妻、ティムラズ・一世は、アッパース・イの承認を獲得して1605年に、 カヘティ王位に就いたが、1614年に、サファビーチョに対して、反旗を翻した。その結果、1624年、サファビーチョの宮廷に、名誉の人質として送っていた母校ケテバンは拷問の、上処刑され、子息のアレクサンドレトレオンは虚勢の復讐を受けた。アッパー水星の対グルジア政策は、春列を極め、グルジアに向けて、懲罰遠征を観行。 ティムラズ王に協力したカフェキ人を大量に虐殺し、10万人以上をイランに連行して強制移住させた。これに対し、グルジアでは1625年にギオルギ、サーカゼによって主導された大規模反乱が起こっている。アッパース一世は、一方では、国内のトルコ系部人の勢力を牽制するため、イスラームに改修した親サファビー派のグルジア人を大量に投与した。 こうした中、強い聖教信仰の持ち主であったティムラズ一世は、優秀の身にあって、母の殉教を主題とする、女児詩など数多くの作品を残したのである。その作品はクルジア語文学の傑作とされるが、一方ではペルシア語文学からの強い影響が指摘されている。詩人王、アルチル17世紀後半、5度にわたって、イメレティ王、カヘティ王の即位、 大意を繰り返した、アルチルは、公的には一度イスラームに回収し、政治的には、ティムラズ一世の孫のエラクレ一世とライバル関係にあったものの、文学上は、厚いキリスト教精神を持つ詩人として、ティムラズの威発を継ぐ存在となった。なお、アルチルの父はフタング五世は親サファビー派で、ティムラズ一世を捕らえて、サファビー宮廷に送り、 ティムラズ遊兵の元を作ったという因縁の関係である。アルチル王はティムラズとルスタベリの対話という12世紀と17世紀という時代の異なる偉大な詩人二人が自らの生きた時代を語り合い、双方の施策によって競い合うという設定の長大な詩を作り、グルジアの文芸復興を呼びかけた。1688年頃、アルチルはロシアに亡命している。 アルツルの教師であったヨセブ・サーカゼは、ティムラズ一世と、同時代を生きながらも彼とは、対照的にサファビー長下で出世しながら最後は、グルジアの人々の立ち上がるという、月国城を体現した愛国者ギオルギ・サーカゼを称える、一大女児史、オーモーラビデンを残した。他に、詩人としては、ダビド・グラミシビリ・ヤベシキの名が知られ、その作品は今日でも親しまれている。 三文による年代記も著述された。17世紀末のパルサダン・ゴルギジャニゼのグルジア年代記がそれで、ゴルギジャニゼは、グルジアの貧しい庶民階級の出身ながら、イスファハーンのサファビー町の宮廷に管理として使え、ペルシア語のジョジシや法典などをグルジア語に翻訳する。一方、キリスト教授用紙から始まるグルジアの歴史を著述した。 カルトリオーバフタングロクセイ18世紀に入ると、カルトリ王国にバフタングロクセイが現れ、1703年から1711年までは、同国の摂政、1723年までは何度か、カルトリ王位に就いた。彼は消出した立法家であったが、その一方で、1709年に、グルジアに印刷術を持ち込み、グルジア語印刷を始め、自国史の追求に、 関心の強い文化人でもあった。彼は、ゴルギジャニゼの表したグルジア年代記の続編を、編纂する目的で、学者、有識者を集め、グルジア国内の写本、古文書の精査を命じた。そして、その成果を14世紀から17世紀までの公的年代記としてまとめ上げ、シングルジア年代記と題して刊行した。バフタングロクはまた、 カリーラとディムナなど多くのペルシア語作品をグルジア語に翻訳している。テイムラズ2世1722年、アフガン人がイスファハーンを陥落させ、サファビー朝が崩壊すると、グルジアはオスマン帝国の新たな侵入を招いた。ペルシアでは征服者、ナーディルシャーが現れ、アフシャール部族をまとめて、ロシア帝国との間に反オスマン同盟を結び、アフシャール朝を創始して、 オスマン帝国に奪われた湿地を回復、カルトリオーヨバグラと、アサカフ家の一族でカフェティオ王だったテームラズ二世に与えた。テームラズ二世も、また詩人であった。シングルジア年代記の観光者、バフタング六世はイは1737年に、ロシアで隠しし、その子バフシティバグラティオには1745年、亡命先のモスクワで、大著、ジョージア王国の記述を書き上げた。 この著作によって彼は、グルジアのギボンと形容されることがあり、また、本著とバフシティによって1752年に制作されたヨーロッパ地図とは、2013年、一括してユネスコの世界記憶遺産に登録された。バシュフティ以外では、ベリエグナシビリや、知恵と巨言の紹介化するカンサーバーオルベリアニラの人文主義者の活躍が見られ、オルベリアには、 バフタング六クのおじにあたり、ペルシア語の辞書も編纂している。エレクレ二世、カルトリカヘティ王国の国旗テラビのエレクレ二世の、宮殿18世紀後半、東、グルジアでは、カヘティ王国に、エレクレ二世が現れ、サファビー朝を滅亡後のペルシアで後期した、アフシャール朝を撃退し、父のカルトリオティムラズ二世死去後はその領域をも、継承して、1762年。 トビリシに遠くカルトリカヘティ王国を建てた。エレクレ二世はインド在住のアルメニア商人たちと提携して、新生王国の食産工業に尽力したため、グルジア経済は大いに発展した。1768年から1774年にかけて起こったロト戦争では、エレクレはロシアン側で戦った。クタイシオ首都とする西グルジアのイメレティ王国も、この戦争では、 ロシア側に立ち、ソロモン一世一世下の1779年には、オスマン帝国の支配から脱却することに成功した。ギオルギ十二世、エレクレ二世は、1775年、トビリシに神学校を開設した。また、北カフカスのダゲスタンからのレズギン人の襲来や、ペルシア、トルコの両勢力から自国を守るため、同じ政教を奉ずる。 北の大国ロシア帝国との同盟を目指した。1783年には、女帝エカチェリーナ2世との間に、ギオルギエフスク条約を結び、グルジアの独立と、領土保全を保障することを条件に、ロシア帝国の保護国となることを認めた。同じ年にロシアは、クリミア半島を併合しており、これらの動きに反発したトルコとの間で、再びロト戦争が起こっている。 しかし、フランス革命期のロシアは、エカチェリーナが結んだ条約を無視して同盟国となった、グルジアを見捨てたため、エレクレ2世は、結局、新興カージャール朝の創始者、アーガー・モハンマドシャーの猛攻に、単独で立ち向かわなければならなくなった。1795年、グルジアは、大敗北を喫してトビリ氏は、略奪を受け、食産工業政策の成果は無に返した。 エレクレ2世は、失意の中1798年に没し、後継者のギオルギ12世は無条件で王国を、強人皇帝と呼ばれた、ロシアのパーベル1世の保護に委ねようとした。病弱なギオルギは、在位2年余りで1800年12月に死去した。1801年1月8日、ロシア皇帝パーベル1世は、カルトリカヘティ王国を廃して、東グルジアの併合を宣言し、 同年9月12日、併合は、新帝アレクサンドル一世によって、実行に移された。ロシア風に、チフリスと呼ばれるようになったトビリ氏には、カフカス総督府が置かれ、ギオルギエフスク条約の条項にもかかわらず、王政存続は無視され、ロシアの軍政長官の支配下に置かれることになった。これに対し、カルトリカ壁の各地では、人民の反乱が起こっている。なお、 1803年から1815年にかけては、ナポレオン戦争の時期にあたり、ロシア帝国もこれに深く関わったが、アウステルリッツの戦いやフィンランド戦争で活躍した、ピョートル・バグラチオン将軍は、グルジア王家の出身である。グルジア軍道カフカス総督は、帝政ロシアの他の植民地の総督府の長以上の権限を有し、ロシア内地同様に権勢が敷かれ、 県知事をはじめとする支配者層には、グルジアやアゼルバイジャン等の現地の有力者の多くが、そのまま組み入れられた。グルジアを編入したロシア帝国は19世紀初頭、ザカフカスのより一層強固な支配と、グレートゲームと呼ばれる、派遣構想において、ペルシアの背後にあるイギリスへの対抗のため、グルジア軍道を建設した。ロシアは1810年には、西グルジアのイメレティオも併合し、 かつての三王国は総じて比較的簡単にロシアの一部になってしまったと言える。実際のところ、ここではほとんど流血の事態は生じなかった。ロシアはまた、1828年にはアルメニアを併合、さらに同年、ペルシアとの戦争の結果、シーアハムスリムの王やゼルバイジャン北部を支配下に置き、1829年にはグルジアのグリアを併合した。 ロシアではこの頃、デカブリストの乱や11月放棄が起こっており、1832年12月10日には、これらに影響を受けた、グルジア人貴族が、ロシア交換の粛清を図る事件があったが未然に、発覚して、失敗に終わっている。また、グリアでは、ロシア政府によるジャガイモの強制栽培に橋を発した1841年グリア判断が起こった。 農民を中心に7000人もの人が反乱軍に加わったが、ロシア正規軍とこれに同盟したグルジア貴族によって打ちまかされ、多くはシベリアに送られた。ロシア側から見れば、ザカフカスよりも北カフカスのチェチェン人、レズギン人などのイスラーム系山岳民族の方が難敵であった。結局ロシアは北。 カフカスを戦場とするカフカス戦争2 8 1 6年から1861年まで実に45年の歳月を費やした。この戦争は皇帝アレクサンドル・一世が特別クルジア軍司令官アレクセイ・エルモーロフにカフカス平定作戦開始を承認したことで始まったが産地民族の側はミュリティズムと呼ばれるイスラームの信仰によって結束し、 イマームと称される政治的、宗教的指導者によって政治制度が整えられ、ロシア帝国に対するジハードの機運を高めた。グルジアでは、ミングレア、スバネティ、アブハジアが、それぞれ1857年、1858年、1867年に最終的に併合され、ロシア帝国の正式な半島となった。百五十六年のザカフカス地方ロシア、 トルコ、ペルシアの三帝国によって分割されている。北カフカス征服戦争に対し、グルジアの軍隊と人々はロシア側で参加した。これについては、当時のグルジア人たちがロシア人たちと政教の信仰を共にするというばかりではなく、ロシア統治の積極面を評価する現実主義的な視点を持っていたという指摘がある。実際のところ、ロシアへの併合は、 ムスリムの諸勢力の構成から自身を守ることができ、ロシア政府の主導するカフカス地域のサイキリスト教家に参与できる点では利益があったのである。ロシア帝国はカフカス戦争終結後、ムスリムの多く居住する中央アジアに転身し、その侵略を本格化させていった。1877年から翌年にかけて起こったロト戦争はロシアの勝利に終わり、その結果、 国会沿岸のポティトバトミ、長くオスマン帝国の影響下にあったアジャリアもロシアに併合され、カフカス地域全域がロシア帝国領となった。ロシアへの併合によって、グルジア正教会は1811年、ロシア正教会に吸収され、その組織的独立を失った。グルジア教会のカトリコスは廃され、その教区はロシア教会に編入された。 ロシアの修務員に属する大主教が置かれ、グルジアのエクザルフの職位が設けられた。大主教には当初は、グルジア人聖職者が任じられたが、1817年以降は、それもロシア人聖職者によって占められるようになった。これは、ヒカルケドン主義に立つアルメニア教会とは異なり、ロシア教会とグルジア教会の間には、競技場の差異がないとみなされたからであったが、 競技に相違はなくてもグルジアには非インドヨーロッパ語として長い歴史を持つグルジア語の文章語と独特の典礼があり、グルジア人聖職者、信者にとってグルジア語の禁止とロシア語の共生は大きな苦痛を伴うものであった。グルジア人たちはロシア帝国政府に対し粘り強く教会の独立を要求した。ロマンハシ人、ニコロズ・ワラタシビリそうした一方、 グルジア貴族の指定で、ロト・サンクト・ペテルブルクに留学する者が多くなり、ロシア経由で、ロマン主義文学の影響を強く受ける者も現れた。グルジアロマン主義の父と言われた詩人アレクサンドレ・チャブチャバゼは、帝政ロシアの軍人としても活躍したが、彼は、ロシアの有名な作家で、外交官でもあったアレクサンドル・グリボエードフの岐阜としても著名である。また、 しばしば、グルジアのバイロンと評されるニコロズ・バラタシビリはその、若い種が惜しまれたロマン主義の詩人で、グルジアの運命や、ペガサスは、後世に、多大な影響を与えた。1860年代の、カフカス総督不解明的なミハイル・セミオーノビチ、ボロンツオフ総督時代の1845年から1854年に、かけては、グルジアの商業と貿易が急速に発展した。 時代であり、チフリスには劇場なども整備され、都市文化が開花した。また、トビリシはカフカス全体における政治の中心でもあったため、ペルシア、オスマン帝国、フランス、スウェーデン、ベルギーの交換もあった。学芸面では、1850年にロシア帝国地理学協会がトビリシに支部を設け、現地の知識人や外部からの観察者が、 それぞれおびただしい民族史を著述している。これは、この地域のロシア化を意味する反面、新たな伝統の喪失であるとともに、近代的なナショナリズムの揺りかごになった。文芸の面でも、あけぼのなどの文芸史が登場し、国民文学として新たな展開を見せるようになった。百六十一年に、ロシア皇帝アレクサンドル二世の発した、ノード解放令はグルジアにも及び、 それまで様々な条件を課されて、濃度の状態にあった、東部グルジアの農民は1864年に、西部グルジアの農民は1864年から1871年までの間に自由のみとなり、従来の各調整的な観光は、近代教育の普及とヨーロッパからもたらされた諸思想によって、急速に消え去っていった。19世紀後半には、イリア・チャブチャバゼ、 赤きツエレテリ、そしてバジャプシャベラという現代ジョージア人にもイリア、赤き、バジャで親しまれているグルジアの国民的作家が生まれた。東グルジア出身で旧王族のイリアは読書社会協会を組織し、現代グルジア語の確立と普及にも努め、オタルの未亡人などの作品を残した。赤きは西グルジアの出身でバシやチュキなどの作品があるほか、 式地運動などを含む、啓蒙的な諸活動を展開した。山岳地帯のプシャビ地方出身のバジャは、生涯距離を離れず、方言を用いて貧しい産地の現実と土族の、民族的世界を繊細な感情で表現したもので、代表作に、客人艦隊がある。1860年代、飛びり市には、織物工場が設けられ、1872年、 トビリシとポティの間の鉄道が開通した。さらに、バトミトビリシバ空の鉄道も敷設された。これにより、鉱山、工場、農場経営などの諸産業が発展したが、資本の多くは、ロシア人、アルメニア人、西欧諸国の人々の掌握するところとなり、グルジア人には、恩恵が少なく、多数の農民と都市か、産業化によって新たに形成された労働社会級の、 多くはこれに不満を抱いた。1883年、トびり市にザカフカス鉄道本部が置かれ、グルジア地域はザカフカス地方の鉄道輸送の容器となった。グルジアには大規模な工場としては、鉄道関連のものしかなく、工場法のような労働者保護のための立法もなかったことから、労働環境は劣悪なものであったが、発展期のロシア資本主義の一翼を担う地域として、 経済的にもロシア帝国に組み込まれていった。なお、1900年の段階では、アゼルバイジャンのバクー油田は世界の石油産出量の半分を占めており、同じ年にバクーとバトゥミを結ぶパイプラインが完成している。農村にあっても、私有地も約3分の2が地主の所有であり、大経営地はツアーリに属し、修道院や教会も大きな領地を持っていた。 20世紀初頭に至っても、全農業人口の半数近くが一時的に無負担農民であり、冷災な小作農民が多数を占めた。一方、皇帝アレクサンドル2世の暗殺後は、締め付けが強くなり、1881年に即位したアレクサンドル3世は、計画的なロシア化政策を打ち出して、少数民族の同化政策を強制的に推し進めたことから、 都市労働者を中心に強い反発が巻き起こり、知識人中3階級では、民族主義に目覚める人が増加した。イリア・チャブチャバゼ公、ノエ・ジョルダニア・グルジアでは、様々な形での民族再興運動が起こった。文学と社会運動を基本とする、第一グループは、作家のイリア・チャブチャバゼや赤キツェルテリ、一層急進的な第二グループは、ギオルギツェルテリなど、そして、 1892年に活動を開始した、社会民主主義を報ずる第三グループはロシア、社会民主党員のノイ・ジョルダニアや、ニコライ・チフェゼラによって、それぞれ指導された。社会民主党は、マルクス主義を報ずる非合法政党であった。1898年からは、イオセブ・ジュガシビリが、第三グループに参加した。しかし、ジョルダニアやチフェゼが、 第三グループの主導権を掌握し、彼らの属したメンシェービッキがグルジア民族主義の受け皿になると、スターリンはグルジアを離れ、やがてウラジーミルレーニンと行動を共にするようになった。19世紀末用以降は、このような民族主義の高まりに加え、ヨーロッパから新市長としてもたらされた社会主義の影響で、労働運動、農民運動が頻発するようになった。 小説家のニノシビリを中心として、マルクス主義の最初のサークルが結成されたのは1892年、西グルジアの炭鉱でのことであった。1894年のニノシビリの死去後は、ジョルダニアがこれを引き継いだ。なお、グルジア語の合法習慣誌、和田地は1890年代後半以降、マルクス主義的な知識人の手によって編集されるようになり、 幅広い農村の読者を獲得していた。これは、グルジアでは、この時期、合法媒体がグルジア語を用いて、マルクス主義の論人を張ることができたということを意味しており、やがて1902年春のグリアでの農民運動、種まきストライキへとつながる動きを準備した。1902年のアジャリアのバトゥミでのストライキや1903年に、南ロシア一帯に広がったストライキは、 社会民主党の指導によるものであった。1903年、トビリシでロシア社会民主労働党カフカス連盟が組織され、カフカスの諸都市での労働運動は一層組織化を強めた。1903年7月にバクーとオデッサで始まったゼネラルストライキはトビリシやバトミにも波及している。1904年2月、日露戦争が始まった。 この年の8月から9月にかけて、日露間で戦われた両洋海戦で、ロシア陸軍が日本陸軍に敗北したことは労働運動、農民運動にも大きな影響を与えた。1904年末、グルジアでは、バクーやバトミの労働運動と結びついて、農民委員会が結成され、広範な騒造事件とゲリラ戦が展開された。特に、リア地方の農民は、 サーリ政府から地域権力を奪い、実地を行って地主の所有する農地を占拠し、さらに武装集団を組織するに至ったというもので、その要態はグリア共和国と呼ばれるほどであった。マルクス主義者が指導した世界初の農民反乱と評される、この動きは全グルジアに広がり、ここにはかつてのグルジア貴族も参加した。1905年2月18日、グルジアに 戒厳令が布告され、サーリ政府は、グリアの農民代表と交渉したが、地主地の接収や政権議会の召集などをめぐって、意見が一致せず、交渉は決裂し、政府は3月に軍を派遣した。農民放棄は、カザーク兵の鎮圧の前に崩壊した。この動きはさらに、ロシア中部などへと波及していった。こうした一連の動きは、ロシア第一革命と、呼ばれており、 1905年の前半期を通じて反政府運動と暴動がロシア帝国全土に広がった。ザカフカスではトビリシ、ポティ、クタイシ、バクー、ウラジカフカス、アレクサンドロポリでストライキが起こっており、トビリシ、カルス、バクー、ウラジカフカスでは軍部の反乱さえ起こっている。日露戦争での先輩はロシア人のみならずロシア帝国内の諸民族にも 大きな影響を与え、これを機に自由主義者の春という状況が生まれた。1905年9月17日から22日にかけてはロシア帝国内の革命派によってフランスのパリで反政府党革命党会議を開かれ、そこには解放同盟やナロード2期の流れを組む社会革命党、フィンランド民族主義党、ポーランド社会党、ポーランド国民連盟、 アルメニア革命連合、ラトビア社会民主同盟など8団体が参加したが、ここには、グルジア革命的社会主義者連邦派等の姿も、あった。ツァーリ政府は、こうした中セルゲイ・ビッテが中心となって起草した10月少々、発誌、ドゥーマの開設を約束した。1905年は、西グルジアを除くカフカス全域ではむしろ、民族紛争の都市という様相も呈していた。 1906年以降、革命運動は停滞していくが、その間グルジアではメンシェビッキが一層広範な支持を獲得していった。1914年に第一次世界大戦が始まると、ロシアトルコ国境に位置する南カフカス地域は最前線となった。エンベルパシャ率いるトルコ軍はザカフカス西部の奪還を目指したが、12月の 山岳地帯を軽装備で強行したサルカム州の戦いで兵力の85%を失う大敗北を起死した。これに対し、ロシア帝国軍は、グルジア人やアルメニア人の義勇兵の参加も得て1916年7月にはエルズインジャンにまで侵入した。対戦中の1917年、ロシア革命が勃発した。2月革命後、グルジア、アルメニア、 アゼルバイジャンの3つの地域は、カフカス特別委員会の名で知られる、ペトログラードの一委員会によって支配され、また、グルジアの人々の長年の希望であった、グルジア正教会の独立がようやく認められ、カトリコスが選出された。その年、ボリシェビキによって引き起こされた10月革命では、ロマノフ王朝の帝政ロシアが崩壊、立憲民主党が主導していた、臨時政府が倒された。 南カフカスの民族主義者、社会主義者はこれを機にロシアから分離し、飛びりしに結集して、政務という新しい機関を設置した。ロシア人兵士は10月革命によって南カフカスを去り、1918年3月にはベヒブパシャ率いるトルコ軍がこの地に押し寄せた。一方、革命の指導者、ウラジミールレーニンは人民委員会議を組織し、 1918年1月、ロシア内戦の中から生まれた、赤英隊をもとに赤軍を作った。ザカフカース民主連邦共和国国旗、ニコライチ平前1918年3月3日、ソビエトロシア政府は、カフカス委員会議に諮ることなく、バトミ、カルス、アルバガンのトルコへの割上を含む、ブレストリトフスク条約に調印した。 西方からのトルコ軍の進撃にさらされた南カフカスでは、1918年4月9日、政務によってザカフカース民主連邦共和国の建国が宣言された。共和国の最高機関はザカフカス議会であり、グルジアのニコライチ平ゼが議長を務め、アルメニア人とアゼルバイジャン人が副議長を務めた。4月13日、トルコは新たな要求を掲げ、 翌日グルジアのバトゥミに侵入した。連邦共和国政府は、ブレストリトフスク条約を認めなかったが、軍事力をほとんど保有していない状態だったため、5月11日以降、バトゥミにおいて、ドイツ・トルコ軍司令部と交渉に入った。交渉中、グルジアとアルメニアは親、ドイツ、アゼルバイジャンは親、トルコなどそれぞれの立場に違いがあり、内部対立が生じたことから、 連邦は解消され、5月26日、メンシェビキの指導のもとに、ドイツ軍保護下で、グルジア民主共和国が独立、トルコ影響下で27日に、アゼルバイジャンが、28日にはアルメニアが、それぞれ単独国家を建国した。グルジア民主共和国を承認したのは、ソビエトロシアを含む22カ国に上った。英米独位をはじめとするヨーロッパ諸国やトルコ、日本などは、 ボルシェビキ政権及び赤軍を許可しないという公約を条件に民主共和国を承認した。6月4日、グルジアはトルコと講和を結び、アジャリアなど一部の領土をトルコに割上し、7月にはボルシェビキの建てたクバーニーコール国会ソビエト共和国と構想した。グルジアは当初ドイツ帝国軍の保護下に置かれ、カフカスの油田地帯には、 フリードリヒクレスフォン・クレッセンシュタイン率いる3000人のドイツ軍が進駐し、同盟国トルコと共にアゼルバイジャンを占領した。1918年グルジア議会での独立宣言、トビリー氏のアレクサンドル・ネフスキー大聖堂前に集まったドイツ帝国軍グルジア民主共和国は1918年5月26日の建国当初メンシェービッキが連邦社会主義者、 民族民主主義者と連合して国民会議を組織し、ノエ・ラミシビリがその議長職を務めたが、7月24日以降はメンシェビキのノエ・ジョルダニアが首相として政府を率いた。ジョルダニア政権の農賞、ホメリキは1919 19年1月より包括的土地改革を本格化させ、地主や貴族の土地の一部を接種して農民たちに分与して、 自作能が創設されたため、農民層から支持された。メンシェビキは、1919年2月のグルジア政権議会選挙では、得票数50万5477票中40万9766票、議席数130議席中109議席という、圧倒的な支持を受けて政権は、安定し、土地改革の他手法改革、工業の国有化などの政策を進めた。 対ロシア防衛の面では、アントーンデニーキン率いる白軍が優勢だった時期には、アゼルバイジャンと協力して、これを牽制した。アゼルバイジャンのミュサバト政権は、バクーの石油利権をめぐって、ドイツがトルコに圧力をかけたので、トルコへの併合は免れたが、中央同盟国が敗北し、トルコ軍が撤退すると変わって、イギリス軍が1918年11月に、 本格的に進駐してきた。内戦における白軍有利の状況の中でイギリスは当初ミューサバと政権を承認しなかったが、反共防波堤にする方針に転じ、その中で自由選挙も実施されたが、やがてロシア革命干渉戦争から手を引くこととして1919 19年8月、ク雨より撤退した。その後、内戦で優勢となった赤軍がク雨を占領。 1920年4月にソビエト政権が成立した。第一次大戦中、オスマン帝国領内でアルメニア人虐殺を経験したアルメニアは、1918年5月の決戦でトルコを撃退した地域をもとに、ダシュなく政権が独立し、連邦解消後はエレバンを首都として建国したものの、トルコ領内からの大量難民に伴う住宅問題、労働問題、 感染症問題の発生、オスマン帝国内のアルメニア人有力者からの干渉、さらに、アゼルバイジャンやグルジアとの間には、国境地帯の帰属をめぐる紛争があって、国家ウニエは、難獣を極めた。イギリス軍の援助で、カルス地方を奪還したこともあったが、1920年秋の、キャーズム・カラベキル率いる新生トルコ軍との戦争に、敗れ、11月には、 赤軍も侵入してきたため、ダシュナク等は赤軍受け入れを認め、1920年12月にソビエト政権が成立した。1919年パリ講和会議で確定されたグルジア民主共和国の領域と国境グルジア民主共和国国旗グルジアでは、1918年7月末から12月まで南部のボルチャロ軍やロリ地方をめぐってアルメニアとの間で、 戦争状態になった。グルジアからは国境警備隊の他ドイツ軍もこれに加わった。当初はアルメニアが優勢だったが、後にグルジアが反撃して、降着状態となった。1918年末のドイツ・オーストリア崩壊後、グルジアはイギリスの占領下に入った。イギリスは九百十九年一月、グルジア・アルメニアの和平を仲介し、グルジア西部に 傀儡国家、バトミ共和国の建国を宣言した。しかし、グルジアの人々は、イギリスの指示を受けた、ベニー・キン率いるロシア白軍を、ボリシェビキ以上に危険な存在だと考え、白軍の訂正秩序の回復を目的とする活動に、対しては、協力を拒否した。これにより、バトミ共和国は1919 19年のうちに崩壊、翌1920年7月には、英軍は、 アトミから全面的に撤退した。グルジアは、ロシア支配に入ったアゼルバイジャンとも抗争した。1919年10月から11月にかけては、グルジア各地で、武装放棄が相次ぎ、これは鎮圧されたもののグルジアは、国内外の情勢の悪化に伴い、ロシアとの関係を修復する必要に迫られた。1920年5月7日、ロシアグルジア間で、 モスクワ条約が結ばれ、グルジアでは、ボリシェビキの合法化が義務付けられ、それに基づいて、セルゲイ・キーロフを長とする、ソビエト施設団が飛びりしに派遣された。キーロフらは、民主共和国を崩壊させてこの地に、ボリシェビキ革命を実現すべく行動した。グルジアでは、グルジア共産党が発足して、メンシェビキ政権の打倒を準備した。 1920年末の段階ではアルメニアにもソビエト共和国が成立していたので、グルジアは三方をソビエト共和国に囲まれる状態となっていた。首都トビリシで軍事パレードを行う赤軍1921年1月、グルジア民主共和国は旧連合国の多くから独立国としては認められていたものの、前年に発足した国際連盟への加盟は拒否された。 すかさず、グルジアジンボリシェビキのヨシフ・スターリンとグリゴリー、オレジョニキーゼは、赤軍を指揮して、軍事行動を起こした。同年2月のロリでの民衆放棄を契機に、2月21日、赤軍第11軍が、首都トビリシを侵攻、市街戦の結果ここを占拠して、2月25日、グルジア社会主義ソビエト共和国の発足を宣言した。民主共和国政府は、 バトゥミに逃亡したものの3月17日に国軍が降伏してバトゥミが陥落、亡命を余儀なくされた。メンシェビキはフランスのパリにおいてジョルダニアを主犯とするジョルジア民主共和国亡命政府として活動を続け新しく成立したグルジアソビエト共和国はグルジア共産党第一初期のラブレンチーベリアによって指導された。月革命直後のロシアでは フィンランドやポーランドなど旧帝国に併合されてまも,も、内地域はいち早く独立を果たしたが、ウクライナで独立の動きが強まって、ロシア内戦が始まると、モスクワのロシア共産党最高指導部は、完全に独立した主権国家である各共和国が互いに対等な関係で条約を結び合うことで、統一行動を演出するという方針を採用した。このような方針の下 1922年12月13日、グルジアのソビエト共和国は、アルメニア、アゼルバイジャンと共に、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国に、編入されて、独立を失った。そしてそれと同時に、ロシア、ウクライナ、シロ、ロシア及び、ザカフカースの4ソビエト共和国の対等な、連邦として、ソビエト連邦が正式に発足した。ソビエト連邦は、 結局、旧ロシア帝国の半島をほぼそのまま引き継いだ形となり、各共和国は主権対等の建前を取りながら、実際は各国の共産党はロシア共産党中央委員会の単なる地方委員会に過ぎなかった。なお、1922年4月3日、スターリンはレーニンの推挙でソビエト連邦共産党書記長に任命されている。 モスクワによる急速な中央集権化に対し、最も頑強に抵抗したのは、グルジアであった。赤軍による、グルジア侵攻直後に始まり、1922年、後半にピークを迎えたボリシェビ機内の論争が、いわゆる、グルジア問題である。この政治論争の主要な論点となったのは、グルジアなど参加国で、ザカフカース連邦を構成するというモスクワの決定の、是非であり、 グルジア単独でソ連邦の一員になる立場を望んだフィリップ・マハラゼやブドゥム・ディバニラ・グルジアのボリシェビィキ指導者はこの決定に強硬に反対した。モスクワからの自治を維持しようとするグルジア側の願望やボリシェビィキが格索していた国境政策の解釈にグルジア特有の解釈がこれに絡んで論争は複雑な様相を呈した。結局論争は スターリンとその名友オルジョニキーゼの勝利に返し、マハラゼやムディバには失脚した。グルジアでは、ソビエト化の過程、ソ連邦結成時における中央との圧力が特に大きかったのである。スターリンとオルジョニキーゼの立場は、民族主義の外毒を撲滅し、ソビエト体制の枠の中で国としての結束を固めることを目指したものであり。 全てのソビエト国家がロシアに並行されて、従属的な立場に陥るよりはむしろ、ロシアと同等の地位にあるべきであるというものであったが、これを病床で聞いたレーニンは、官僚性的中央集権に基づいた、大国主義的な抑圧の形態であるとして厳しく、批判し、スターリンと晩年のレーニンとの不和の原因の一つとなった。また、三共和国の権限や、 機能の分担が曖昧なまま併合されたことは、後に、領土問題、国境問題が浮かび上がってくる現況の一つとなった。南カフカスにおける、ソビエト体制の成立はまた、従来、バクーを除けば、ボリシェビキの勢力の弱い地域であったために、その圧力も大きかった。旧政権政党の関係者は監視され、幹部は多く追放された。1923年以降、 グルジアでは、メンシェビキは、回答させられ、旧統員はボリシェビキに吸収されるか、国外に亡命するかの選択を余儀なくされた。農村に対してはレーニンが中心になって進めた、ネップによって、経済の自由化を、ある程度認めたため、当初は存在した農民の不満も次第に、和らいでいった。8月における、チョロカシビリ軍トロツキー派敗北後の1924年には、 農村を襲った部分的強作、穀物調達の不振、穀物投機傾向の拡大と価格の高騰、都市民の不満増大など、1924年秋の危機と呼ばれる状況が検出した。これは、ネップの行き詰まりを示す事象とも言えたが、各差チョロカシビリラの指導によって、大規模な反素農民暴動が、グルジアで起こったことは、ロシア共産党中央を震撼させた。 この暴動は赤軍によって鎮圧されたが、スターリンは、グルジアの暴動について、もし我々が、農民に対する態度そのものを根本的に、改めないならば、グルジアで発生したことは、ロシア全土で繰り返し起こるであろうと論じた。ヨシフ・スターリン・ソ連では、レーニン死去後、スターリンが権力を奪取し、1928年には、ネップに対して否定的評価を下し、 1929年には第一次五可燃計画を開始して農民から作物を強制的に徴収、これを海外に輸出することで資金を調達し、それをもとに急速な工業化を図ろうとした。コルホーズを中心とする集団化によって農業生産の効率を高め、余剰人員を工業労働力に回そうとしたのである。その結果、都市住民には、 食料が行き渡るようになり、市民生活は厳しく統制された反面、重化学工業化と軍事化によってソ連は再びかつて、大国ロシアと同じ道を歩むことが可能となった。スターリン自身は、グルジア人であったが、権力を容赦なく、振るった独裁者という点では、ライ帝イヴァン四世やピョートル一世などと、同様、むしろ典型的なロシアの先制君主の系譜を引く。 人物とみなされることがある。一方のオーソンでは、ようやく安定した農家経営と自らの土地を得た農民たちが、集団化と作物強制徴収で生活が脅かされることに反発し、カフカス地方では、ウクライナと並んで激しい抵抗運動が起こった。農業生産は激減して基金が発生する一方、地方の共産党組織そのものも混乱した。ソビエト政権は、 農業集団化を行うにあたって、次第に警察力に訴えるようになり、抵抗者にはクラークとレッテルを貼って財産を没収して居住地から追放した。1930年代、スターリンは一国社会主義論を唱えて政敵を追い落とし、スターリン自身を頂点とする党組織の引き締めによって国家の政策を貫徹させようとして1936年夏以降、 一切の党内抵抗勢力を粛清した。クルジア人ラブレンチーベリアは、スターリンの片腕として内務人民委員部の長官を務め、その中心人物となった。粛清に際しては、NKVD にノルマを設け、国民には密告を奨励したため、無制限なテロリズムとなった。こうして、1936年から1938年にかけての大粛清の時代には、 早々期のボルシェビキ指導者の多くが、トローツキストの落印を押されて葬り去られ、グルジアでも、ムディバニ屋上は裁判などがなされて、土着の活動家の多くが、民族主義的変更の名のもとに処刑された。1936年12月5日、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国は廃止され、単独のグルジアソビエト社会主義共和国に昇格した。国土とその住民は、 スターリン憲法の下でソビエト連邦からいつでも分離しゅる権利を含む数々の権利が与えられた。スターリンは独ソ戦と第二次世界大戦を通じて絶対的な権力を振るい、その中で民族共生移住がなされ多くの民族が犠牲となった。独ソ戦末期の百四十三年から百四十四年にかけての北カフカス諸民族に対する過酷な 強制移住が行われ、特にイングーシ人とチェチェン人のそれは大規模であり、後に帰郷が許されたものの現在もなお大きな爪痕を残している。これに対し、スターリン批判の後も、故郷への帰還が許されなかったのが、グルジア南西部のメスヘティ地方に住んでいたムスリム住民である。メス夫人は、トゥルク系民族で、敵国トルコとの連携を疑われて、 中央アジアに強制移住させられた。1968年には帰郷の権利が認められた。ものの歴代のグルジア当局はそれを許そうとせず、現在のジョージア政府も彼らの帰郷を認めていない。一方、2月革命後もグルジア正教会を認めてこなかったロシア正教会が1943年になり、ようやくその独立を認めた。これは、総力戦を戦うにあたって、 スターリンがグルジア民族主義を取り込む必要を感じたことにより、下した最低の結果であった。第二次大戦後の共産党内部では、スターリンの側近にベリアをはじめとして、グルジア人も多く、ベリアはスターリンナキき後の有力な後継者の一人とみなされていた。しかし、晩年のスターリンは、ベリアの息のかかったグルジア人側近を警戒して、彼らの多くを更迭し、 さらに1951年以降は、ベリア本人を失脚させる機会さえ伺っていた。1953年に独裁者スターリンが没すると、ベリアは個人崇拝を批判し、党と国家の分離を主張したが、ニキータ・フルシチョフラとの清掃に敗れ、この年の末、死刑に処せられた。ルスタベリ通りの有名なコミュニケーションズビルに設けられた5月9日の大虐殺を記念する。 案内版グルジアソ連を構成していた諸共和国の中でも反中央意識がもともと強く、1950年代以降はグルジア人の権利を擁護する民衆運動がたびたび起こった。その中でもよく知られているのが、1956年5月9日に起こった1956年グルジア暴動である。これは第20回ソビエト共産党大会でのいわゆる スターリン批判をきっかけにして起こった民衆暴動であり、武力弾圧によって数百名の死者が出たと言われる。フルシチョフ時代、戦後の復興も一段落し、スターリン時代の恐怖政治が終わったことで人々も生活を楽しむ余裕が生まれたが、フルシチョフ政権は一方では社会主義的競争の名のもと民族語学校を次々に閉鎖したため、 グルジアの都市部ではロシア語学校が大半を占め、文化のロシア化が進んだ。その一方、政治の分野では、各地で脱モスクワ化が進み、グルジアでは、バシーリムジャバナゼグルジア共産党、第一初期が、自国の共産党組織の人事一切を取り仕切った。その任期は1953年から1972年まで21年に、及び、フルシチョフ失脚後も続いたが、 このような長期政権の背景には、スターリン時代に中堅ベテランの人材が大粛清によってあまりにも多く失われ、若手が中心になって組織を運営しなければならなかったという事情がある。レオニード・ブレジネフが政権を掌握していた1970年代、グルジアの反体制派は、グルジア人の文化的、宗教的遺産に対する当局の破壊的な扱いにしばしば抗議した。 ブレジネフは、フルシチョフ政権末期に、すでに権限していた、計画経済の失敗を改善するために、各共和国の指導部の入れ替えを図り、1972年、グルジアには、同共和国グリア州出身のエドアルド・シェワルナゼを、送り込んだ。シェワルナゼは、ブレジネフを賛美するキャンペーンを展開し、国内的には、民族主義的変更に対する批判を盛んに行って、 中央からの統制を強めようとした。1978年、グルジアソビエト共和国新憲法草案を作成する際、シェワルナゼは、グルジア語を国語とする規定を削除したため、グルジア人たちがこれに抗議して4月14日には、トビリシを中心に大規模な1978年、グルジアデモが起こったため、削除案は取り消された。この事件は書いて、 グルジア国内の民族主義を強める結果となり、シェワルナゼは政権を維持するためナショナリストたちとの妥協を余儀なくされた。トビリシ事件の犠牲者の写真1985年、ソビエト連邦では、コンスタンティンチェルネンコ初期長が死去すると後継に、ミハイル・ゴルバチョフが選ばれ、グラスノスチとペレストロイカが掲げられた。対外面では、グルジア共産党、 第一初期だったシワルナゼを外務大臣に起用し、新思考外交が展開された。1989年4月、半世紀以上にわたる冷戦が終結し、ゴルバチョフのペレストロイカ路線が行き詰まりを見せると、トビリシでは、治安部隊が反ソ連を掲げるデモ隊を解散させようとして、トビリシ事件が起こった。これは4月6日に、アブハズ人の運動に抗議する、 ハンガーストライキに橋を発した4月9日の平和的な大衆集会にソ連地上軍がアフガニスタンから引き上げた戦車や毒ガスまで用いて公式発表では19名の死者を含む犠牲者を大量に出した事件で4月9日の悲劇と称されるこの事件は前素的に衝撃を与えたが多分に他地域他民族に対する見せしめ的要素を持つものであった ゴルバチョフはこの時、報道機関を通じて、民族運動を抑える発言をしたことから、グルジア内ではゴルバチョフは、民族主義の味方ではないというイメージが作られ、グルジアの民族運動を一挙に加熱させた。ソビエト連邦時代のグルジア・グルジアでは、複数政党制の正式承認を待たずに、多くの野党が発生した。その中で、グルジア共産党も民族路線に接近して、 独立論を掲げるに至った。1989年9月、ソ連の共産党中央委員会総会が民族問題政治考領を採択したものの、求新主義へと傾いた共和国の運動を満足させることができず、その年のうちにリトアニア、ラトビア、アゼルバイジャン、そしてグルジアも相次いで主権宣言を採択した。この年の11月、 グルジア共和国最高会議では1921年のソビエト政権樹立を不法とする憲法改正がなされ、これは事実上の主権宣言となった。反面、ソ連邦時代の末期には、グルジア人とグルジア内に居住する少数民族との関係が悪化した。グルジアソビエト社会主義共和国は、その内部にアブハジア、南オセチア、アジャールという3つの自治地域を抱え、 グルジア民族主義とアブハジア民族主義、オセチア民族主義との間にはそれぞれ対抗関係があった。特にアブハジアの民族主義運動はすでにペレストロイカ初期に高まりを見せていたが、これに対抗する形でグルジア民族主義運動も拡大していった。1987年頃からグルジアの民族主義者たちが独立グルジアへの アブハジアの統合を強調するようになっていたが、アブハジア側はそれに反発し、一独立国として建国することを模索した。1989年7月にはアブハジアで、グルジア語の教育を行うため、トビリシ大学の文校をスフミに設置する計画に対し、これに反対するアブハズ人がグルジア人を襲撃したことによって1989年、スフミ暴動が起こった。 これは、アブハズ人、グルジア人双方が、領銃、小銃を用いた内戦状態に発展したが、約3000人のソ連内務省治安部隊によって鎮圧された。犠牲者は死者16人、負傷者137人に上った。初代大統領、ガムサフルディア主権宣言を採択したグルジア議会は1990年3月に国家主権擁護の宣言を採択。 11月には国名をジョージア共和国に解消した。新生ジョージアの諸政党は独立という目標においては一致していたが、互いに協力するよりはむしろ分立しがちだったため、諸党派間の対抗関係が深刻化し、非合法な武装集団もこれに混じったことから、政治闘争はしばしば暴力的な形態をとった。1990年秋の ジョージア共和国最高会議選挙は、グルジア初の複数政党制による選挙となり、円卓会議、自由、ジョージアが対象した。一方、ソビエト連邦中央は、連邦派と民族派に分断され、1990年12月の人民大議員大会では独立派共和国の大議員が多数欠席する一方、連邦主主派からの発言が目立ち、その中で、 国家権力強化論が盛んに唱えられたたことから知れるなぜが独裁体制復活への危機感を表明した上、ソビエト連邦の外務大臣を辞任した。1991年3月31日、国民投票で独立を承認。4月9日、ジョージアはソ連の承認を得ないまま独立を宣言した。従来の主権宣言がソ連の一部という前提のもとに、 国家の権限分配を主たる問題にしていたのに対し、独立宣言はソ連からの完全独立を謳うものであり、その意味合いにはおのずと大きな見嘩があった。5月26日、旧ソ連構成国15カ国中最初に行われた1991年、ジョージア大統領選挙では、急進的な民族主義者で、与党指導者のズビアドガムサフルディアが86%の、 得票率で対象し、ジョージア初代大統領となった。1991年12月、ベラルーシのミンスクに、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ3カ国の首脳が集まり、ソビエト連邦の解体と独立国家共同体の発足が合意された。CIS の発足は、カザフスタンのアルマトイで行われ、旧ソ連を構成する11カ国が参加したが、 グルジアはその中でただ一つ加盟を拒否する国となった。ガムサフルディアは、グルジアの作家として、有名なコンスタンティネ・ガムサフルディアの子息であり、ヘルシンキグループのリーダー格で古くからの反体制活動家として、有名だったので当初は圧倒的な人気を博したが、大統領就任後は、政権運営に、権威主義的手法を多用したことから、次第に批判が強まった。 具体的には政治犯の逮捕、虐待や新聞の検閲などであり、1991年10月8日には共産党大議員を追放している。さらに無制限といって良い権限を大統領に与える法律を制定し、反対派からは独裁者と呼ばれた。また彼の強い民族主義的姿勢はアブハジアと南オセチアの分離主義をかえって助長した。 ジョージアでは、大統領派と天ギズ・シグは元首相や天ギズ・キトバに、元国務大臣らの指導をする反大統領派が衝突するようになった。特に、ゴルバチョフのクリミア南京を短所とする1991年8月政変に、再始、ガムサフルディアがモスクワの容器を飲んだのではないかという憶測が広がったため、一挙に反ガムサフルディア運動が起こって一時ジョージアは、 騒然となった。ロシアのボリス・エリツイン大統領も CIS 参加を拒否したガムサフルディア政権を支持しない立場を鮮明にした。混乱状態は一旦収拾されたものの12月21日には飛び離主反乱と呼称される内戦状態に陥り、この内乱は3週間続いた。1992年1月6日、軍事クーデターによりガムサフルディアは失脚した。彼は、 激しい戦闘の中を、トビリシの最高会議を抜け出して、自動車で、アゼルバイジャンに移動、さらに、アルメニアに逃亡した。第2代大統領シェワルナゼ・ハンガムサフルデア派の人々は、モスクワにいた、旧ソ連の外相だったエドゥアルドシェワルナゼを指導者に、招いた。1992年2月、一員制の議会選挙が行われ、 シェワルナゼ議長は直接選挙で最高会議議長に当選した。1992年11月、シェワルナゼ政権は議会議長が大統領を兼ねる法律を制定した。この年の7月31日、ジョージアは国際連合に加盟し、8月3日には日本との国交も成立。1993年12月3日には独立国家共同体に参加した。 ずば抜けた政治手腕の持ち主であるシェワルナゼは、自身をジョージアに招いた軍閥の指導者たちを次々に、投獄してその勢力をそぎ、1995年までに全権を掌握した。ジョージア内戦手が、ジョージア政府統治地域、青紫がアブハジア、南オセチア政府支配地域、島はアジャリア反独立地帯、緑ガムサフルディア反乱勢力の支配地域、 ジョージア内戦その一方で、かつてのグルジアの領域内でも、少数民族問題が噴出した。1990年、ガムサフルディア率いるジョージア政府がグルジア号を強制したのに反発したオセット人たちは、南オセチア自治州をロシア領の北オセチア自治共和国への返入を求め、これに対し、ガムサフルディアの親衛大的存在である、ジョージア人民戦線が、 同自治州の州とスヒンバリに通じる道路や鉄道を遮断したため、ジョージア、南オセチア間の武力衝突に発展した。翌1991年、北オセチアがロシア連邦内の共和国に昇格し、この年の9月1日、南オセチア自治州はジョージアからの独立を宣言し、南オセチア共和国となった。1992年1月19日の 住民投票ではロシアへの帰属が大多数を占めた。2月、スヒンバリ周辺に、ジョージアの砲兵と装甲車両が配備され、砲撃を開始、南オセチア紛争に発展した。紛争は1992年6月に、停戦合意が成立。7月14日には、ロシアジョージアオセチア根性の平和一軍が導入され、武装闘争は終結した。 1992年から1994年にかけては、ジョージア中央の政治構想と民族紛争から、ジョージア内戦が起こっている。国内外の民族主義者の動きに対しては、シェワルナゼも主勢に立たざるを得ない状況に追い込まれた。1992年2月21日、ジョージアの軍事評議会は1921年に、メンシェビキ政府によって制定された。 グルジア民主共和国憲法の復活を宣言したが、アブハジアでは、アブハズ人たちはこれを、自治権廃止と捉えた。1992年7月23日、アブハジア自治共和国最高会議がジョージアからの、独立を訴え、アブハジア共和国を宣言した。これに対し、新生ジョージア軍は3000人の部隊をアブハジアへ、送り、首都、スフミに、侵攻、内戦状態に陥った。 1993年8月には、アブハジア軍がスフミを占領、ロシア領から流入したチェチェン兵らによって、ジョージア軍はアブハジアより駆逐された。1993年12月、ジョージアアブハジア双方が暫定停戦に合意し、1994年4月即時、停戦実施協定に調印した。この過程で20数万の在アブハジアのグルジア人が、 国内避難民として故郷を追われた。一方、1993年の後半は、ジョージア内戦が再び激化した。スフミ陥落の頃、ジョージア国内に潜伏していたガムサフルディアと、その支持者たちが西グルジアで反乱を起こしたためであった。12月31日、ガムサフルディアはサメグレロで死去した。 ジョージア内戦その終結後も南オセチアとアブハジアの地位はしばらくの間未確定のまま残された。1995年ジョージア大統領選挙では、ジョージア市民同盟のシェワルナゼ議長が圧勝し、独立ジョージアの第二代大,大統領に就任、国名から共和国を外してジョージアに改めた。大統領選挙とともに議会選挙も行われ、シェワルナゼは ズラブジワニアラの若手政治家を抜擢した。なお、この年、シェワルナゼの主導によって8月24日2995年、ジョージア憲法を採択10月17日に施行された。新通貨のラリの導入も、この年の9月のことである。2000年3月の CIS サミットシェワルナゼ、コチャリャン、プーチン、アリエフ安定政権を手に入れたシェワルナゼは、 アメリカ合衆国の支援とアゼルバイジャンのヘーダル、アリエフ大統領との名友関係の下で、パイプラインの誘致などの施策を展開した。これは、ジョージアの規制学的地を最大限活用し、西側との連携を追求したものであった。若手政治家の積極的な寄与をアピールするなど、その外交力と国際的地名度によってシェワルナゼは、長期政権への期待を演出した。 1995年からは、首都トビリシに、グルジア市場最大規模となるイタリ製三社大聖堂が建設された。しかし、国内の経済的な立て直しは、父として進めなかった。失業問題は解決されず、停電やガスの停止、断水の状態化に加え、感慨の腐敗が蔓延した。1997年、ジョージア政府は、ウクライナの呼びかけに応じて、 アゼルバイジャン・モルドバと共にグアムを結成した。これはロシア中心の再統合の動きに対しトルコを経由してパイプライン、鉄道などを建設しロシアを通さずに直接西欧市場と結びつく可能性が模索されたものであった。シェワルナゼは2000年ジョージア大統領選挙で前回を上回る得票率を得て再選を果たした。しかしその後は 内務省からの強い締め付けに反発する若手政治家がポストシュワルナゼを睨んでその元を離れる現象が繰り返し起こり、それが欧米ではシュワルナゼ政権に対する信用の低下につながった。2003年のバラ革命2003年11月2日の議会選挙ではシュワルナゼ大統領と野党勢力が対立した。ここでは2年後に予定されていた。 大統領選挙を睨んで様々な政治勢力がその影響力拡大を図り、シェワルナゼはなりふり構わぬ多数発行策に努め、与党ジョージア市民同盟に野党勢力も取り込んだ新しいジョージアがかろうじて勝利したものの、新与党の構成を見れば諸勢力の寄せ集めという状態であった。そして、この選挙の開票に絡んでは出口調査などによって、 不正選挙疑惑が発覚し、ミハイル・サーカシビリ率いる野党、ジョージア国民戦線が選挙の不正とやり直しを主張。これについては、アメリカ合衆国も遺憾の意を表明した。11月22日、審議会が招集されたものの反対派議員はこれを、ボイコット、議会前には2万5千人の反対派市民が集結し、議会で開会の字が読み上げられる中市民が、 議場に乱入した。シェワルナゼは議会から逃亡し、11月23日、大統領を辞任した。この無欠の政変は、バラ革命と称されている。バラ革命は、ウクライナのオレンジ革命やキルギスのチューリップ革命に影響を与えた。暫定大統領、ニノブルジャナゼ2004年制定のジョージア国旗この後、シェワルナゼ政権で外務大臣を経験した野党。 ブルジャナゼ、民主主義者の党首にノブルジャナゼが暫定大統領に就任。ブルジャナゼは従来の閣僚を更迭した。第3代大統領サーカシビリ2004年1月のジョージア大統領選では野党統一候補のミハイル・サーカシビリが圧勝した。この時、新しいジョージアの国旗として中戦ウルジア王国で多用された白地に5つのイエルサレム十字が採用されている。 また、この年、トビリシではイタリ生産者大聖堂が完成した。これはグルジアのみならず世界でも最大級の聖教会の大聖堂である。ところが、バラ革命による政権交代劇は反独立状態にあったアジャリア自治共和国内では厳しい批判を受けた。アジャリアのアスランアバシゼ最高会議議長は、ジョージアとの教会を閉鎖し、2004年3月、 サーカシビリ大統領の共和国入りを拒否した。サーカシビリはアジャリアを経済封鎖するに至り、双方の部隊が教会付近に集結する事態へと発展した。2004年5月、独裁者とも呼ばれたアバシゼ議長は結局ロシアに出国し、アジャリアはジョージアの直轄統治を受けることとなった。サーカシビリとジョージ・ W ・ブッシュサーカシビリ政権は、 イラク戦争後のイラクへの増派を直ちに決定し、アメリカ合衆国のジョージ・ W ・ブッシュの飛びりし訪問をホストするなど、親米色を鮮明にした。その一方で、ロシアで起業家として成功したベンドキゼを経済大臣に据え、フランスの中グルジア大使を務めていた、亡命グルジア自主基人の末裔、ズラビシビリを外務大臣に抜擢するなど大胆な人事を行い、合わせて、 国営企業の民営化を進め、腐敗追放などによって、企業活動の環境を整備した。2004年8月、サーカシビリ率いるジョージア国軍は、南オセチアの津ヒンバリ付近に侵入した。南オセチア直州軍は、ロシア軍の支援を受け、両者の間で銃撃戦が起こった。ジョージア軍は後に撤退し、2006年11月には、南オセチア分離特立の是非を問う。 住民投票が実施され、発表によれば、独立支持が99.9%に達したという。ロシアとジョージアの対立は頂点に達し、2006年、ロシアはジョージアとモルドバからのワイン輸入を禁止した。南オセチア紛争で攻撃を受けたツヒンバリのロシア JPKF 基地2007年11月以降、今度はジョージア国内で、 サーカシビリ大統領の辞任を求める大規模デモが展開され500人以上の負傷者を出し大統領はこれに対して非常事態宣言を発令した2008年1月前倒しして行われた大統領選ではサーカシビリが再選された同年8月ジョージア人の軍隊は南オセチアに進行これにロシア軍が軍事介入した この戦争はアブハジアにも飛び火した。ロシア・ジョージア間の軍事衝突はヨーロッパ連合の仲介により停戦。ロシアは2008年8月に南オセチアとアブハジアの独立を承認した上で9月に軍を撤退させた。サーカシビリ政権は一層親欧米路線を強め2009年8月、ジョージア政府は CIS から脱退9月にはロシアに 大使外交関係断絶を通告した。2009年2月8日、トビリシのイタリ製三社大聖堂において、スペインにあった、旧王家、ムフラニ家のダビット・バグラチオン・ムフラニともう一つの、王党、グルジンシスキ家のアンナ・バグラチオン・グルジンスキ王女との結婚式が、各国の外交官を含めて3000人が招待され、盛大に取り行われた。旧カヘティ王国のグルジンスキ家と、 旧カルトリ王国のムフラニ家の王族同士の結婚は王家の統合を意味し海外メディアの注目を集めた。グルジア正教会の総主教イリア2世はかねてより立憲君主制への復帰を求めてきたがその実現には様々な困難があると指摘されている。第四代大統領マルグベラシビリ2012年10月の議会選挙ではロシアとの関係改善を目指す野党の ジョージアの夢が勝利した。野党連合代表で実業家のビジナイバニシビリが首相に指名された。そして2013年10月27日の大統領選ではジョージアの夢推薦のギオルギ・マルグベラシビリ候補がサーカシビリの親欧米路線を批判し62%の得票を得て当選を果たした。11月17日の大統領に就任した。 マルク・ベラシビリは、ロシアとの関係改善を進める一方で、ヨーロッパ連合、北、大西洋条約機構への加盟を目指しており、ジョージアをめぐる情勢は依然流動的である。アブハジアと南オセチアは、事実上ジョージアより独立しており、2015年10月現在、ロシア連邦、ベネズエラ、ニカラグア、ナウルの4カ国によってそれぞれ、主権国家、アブハジア共和国、 南オセチア共和国として承認されている。ありがとうございます。